皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤でございます。本日は朝から講義があって、でこの後も6時ぐらいまで講義があるということで、大変お疲れのところお時間を頂戴してどうもありがとうございます。眠くなった方はですね、眠っていただいて全然構わないということですので、ぜひ休憩を取りながらですね、少しでも皆様方にコロナの現状をですね、県内の現状を理解していただければと思います。それでは早速、すまないけど、はい、今コロナウイルスがこう全部で何種類あるんだろう、新型コロナウイルスっていう右端のものが今大変話題になっていますけども、実はですね、以前から風邪の原因の一つとして4種類コロナウイルスというのがありまして、で普通の風邪として世界中で毎年みんなが何回もかかっているという状況でありました。で、SARS というのが中国で2002年、で MERS というのがアラビア半島中東の方で2012年から、でその約8年後にコロナが出現したということで、この2つの SARS と MERS というのは、もう限定されていて、 SARS はもう終わり収束しましたし、 MERS はアラビア半島の、まあ、ヒトコブラクダと人の間で行ったり来たりということで限定されていますが、コロナは全世界ですでにもう 6.3 億人、600万人以上の方が亡くなっているという状況で、日本では今5類とか2類っていう話が出ますけども、厳密には感染症法上は新型インフルエンザ等感染症という名前になっています。でどんどん病原性、重症化を起こす力が弱くなっていまして、おそらく今の新型コロナウイルスも1番から4番目の兄弟、お兄さんたちのようにですね、普通の風邪になっていくのではないかというふうに私は考えているところになります。で県内の感染の波っていうのが、2020年の2月28日に最初に静岡市の患者さんが報告されてからですね、ずっと直近の昨日まででもう52万人の方が県民でかかっていまして、で波がいくつかありまして、今は第7波オミクロン株の BA.5 亜系統といわれるものがすごい大きな、波を山を作って、で一遍静まったんですけども、10月ぐらいにですね、で今月また上がってきているという状況です。で過去にですね、冬場とですね夏場に波ができていますので、これから、まあ、今日が立冬、冬の始まりということですので、これからまた次の第8波というんでしょうか、新しい波が確実に起こってくると、正月明けぐらいに大きな波が来るというふうにみんな心配しているところです。本当は秋は今まで波がなかったんですけども、この晩秋になって波が始まってきています。県内の1月からはこういう感じになってまして、2コブのですね、ウサギの耳みたいな2コブができて、やっと4つ目の底が来た。1日700人ぐらいまで感染者は減ったんですけども、今はもう1日1000人以上の感染者というふうな立ち上がりを見せているところになっています。直近の昨日までの1ヶ月間ですね、10月の初めから3連休がありまして、昨日までで、10月の終わりぐらいからこう単調に上がってきて、1週間でも1万人近い感染者が本県で出ています。1週間前の6000人と比べまして 1.5 倍ということで、明らかに割と急な上昇傾向、人口10万人あたり1週間に何人という値で都道府県間の比較をしますので、もう200人を超えて300人近いという状況になっています。で、これからかもしれませんけど、学校の講義で感染成立の3要素っていうのを多分習うと思うんですけども、感染源ですね、病原体と感染宿主、この感染源に対して
免疫を持っていない我々人とその間をつなぐ感染経路、道筋が3つが揃って初めて感染は成立します。でコロナの場合、感染源はこれまで変異株が次々と外国で発生して日本に入ってきていました。また症状を持っている方や症状がない人も感染力を持ってますし、一部は飛沫感染で飛んできた飛沫物がついたものからですね、触ってうつるという接触感染も稀には起こっています。今まで変異株の水際作戦や感染者を早期発見して隔離する、また濃厚接触者の 1,2 割は感染していますので、その方も確認して自宅待機してもらう、また早期に治療をして感染を防ぐといったことが行われてきましたが、最近だんだんですね緩和されてきています。で宿主に関しましては、初めての感染症ですので最初はみんな免疫持ってなくてみんなかかっちゃうという状況でしたし、もともと風邪のコロナウイルスの仲間ですので、1回感染しても3、4ヶ月経つとまたかかってしまうという再感染が頻繁に起こるということが分かっています。なのでなかなか、免疫をみんながつけて、乗り切ることは難しいですので、重症化しない方向性で基礎疾患をしっかりコントロールしたりとかですね、十分な睡眠や栄養をとって健康状態を保つ、また精神的にも安心した状態を保つということで、ワクチンと含めてですね、重症化を防いでみんなで軽症化で医療の負担を避けて乗り切ろうというふうに最近は諸外国もなってきているところです。で感染経路はほとんど飛沫感染ですが、こうした広い部屋はいいんですけども、狭い部屋で気流が、空気の流れがない、換気が悪い場合はエアロゾル感染、しばらく漂っている小粒子の吸い込みで感染が成立するということが分かっていますので、こういった散々聞いてきたことを皆さんにお願いしているところです。ちょっと難しいかもしれませんけど、これは私が勝手に作ったんで、あまり当てはまらないかもしれませんけど、 Y 軸が病原性、重症化させる力、X 軸が感染力、移りやすさになります。武漢株から最初の英国株、アルファ株やインド株、デルタ株の方向性は感染力はあんまり増えなくって、重症化、若い方も肥満の方は重症肺炎を起こすといった方向に向かってましたが、オミクロン株は一転して病原性はむしろ軽くなって重症化はあんまりしないけども、やたらめったらうつるというふうに、作戦を変更しています。ですのでデルタ株以前とオミクロン株以降では全く違うウイルスと考えてもいいと思います。でオミクロン株の大変なところは、医療機関も福祉施設も大変困っていますけども、とにかく少しでもですね、換気が悪くて近い距離でいらっしゃるとですね、エアロゾル感染を起こすので、マスクの隙間から入ってきて感染することがございます。またワクチンを皆さん打ってきているので、かかってもすごく最初の症状は軽い、喉のなんか違和感、胃が違和感程度なので、発症していることを気がつかずに出勤登校してしまって広げてしまうということがあります。あとは発症2日前から感染力があり、なおかつ感染した後に発症後までも 2,3 日ということなので、もらってすぐもう早いとその日のうちに移し出すという力があります。ですので発端者がその施設とかに持ち込んで二次感染、三次感染を次々と短期間に起こしますので、発端者が発症した時にはすでにもう4番目ぐらいまで移っているということが実際に起こっています。ですので拡大が早いことになります。で皆さん、放射線の、外部被曝のですね、3つ の防御、3つの対策というので、距離、時間、遮蔽物というのになると思いますけども、コロナの場合は距離と時間ですね、感染している方との距離、その方と会う時間、その方とのマスクのありなしのほかに、大きな声を出したかどうか。それと人数が大人数とあったかどうか、そして換気が十分かどうかという6つの要素で、おそらく感染のしやすさ、この外側ほど感染力が大きいと、リスクが大きいというふうになります。実際に高齢者の方の看護や介護におきましては、
距離も近づいてケア解除しますし、時間も長くなりがちですし、高齢者の方はマスクできない人もいます。また大声でないと聞き取れない方も多いということで、極めて感染のリスクは高まりますし、ご家庭ではですね、距離も時間も近くて長いし、マスクは家ではあんまりしないし、また密閉されている場合も多いということで、家族内感染も高くなるということになります。これまでに1月以降県内ですでにコロナにかかった人を年代別に割合を示しています。今やコロナウイルスは子どもさんの感染症となっており、10歳未満のほぼ4人に1人以上はすでにもう感染を済ませています。で、高齢者の方は対策とワクチンの接種率が高いということで、まだ 5% 程度の10月までの10ヶ月間での期感染となっています。で、再感染もしますので、時間が経った方はまたかかっていくということになると思います。ワクチンの接種状況、県はやたらめったら、オミクロン対応ワクチンを打ってねっていうふうに、言ってますけども、実際皆さん方の年代、20代30代というのは2回接種までは8割以上済まされているんですけども、3回目接種が5割程度と、2回打った人の7割6割しか3回目を打っていないという状況にとどまっています。これが50歳代以上になると結構3回目も打っていただいているという状況です。5から11歳は2割の方が2回接種、今3回目接種中で、つい先週ぐらいから6ヶ月から4歳というお子さんの接種も始まってきています。4回目接種につきまして、県はオミクロン株対応ワクチンでお願いしますというふうに呼びかけていますけれども、60歳以上の方はすでにもう4回目接種が 75% 済んでおり、4人に3人は済んでいて、3回打った人の8割以上が4回目を終えられていますが、全年代で見ますと3割程度しか4回目を打っていないという状況になっています。まあ、軽症で、オミクロン株は軽症で入院や重症化しないという若い方で、打っても打たなくても感染しちゃうというふうに考えていらっしゃるかもしれません。だけど8月ぐらいに県が出したデータですが、県民の方で8月のこの下旬の時点で何回打ったかというのが人数が全部分かっています。で、その中から何人感染者が発生したかも分かっています。保健師さんが接種回数を全部聞き取っているからです。で、これで見ますと、やはり2回接種で止まっている方に比べて3回打った方は感染する率が半分 49% 減っていると。さらに4回打った方につきましては、3回打った人のさらに6割ぐらい減っており、2回と4回を比べると1対 0.21 だから8割ぐらい感染しにくくなっている、感染者が減っているという事実が確認できました。で、4回目接種として、あれは3回目かもしれませんけども、オミクロン対応ワクチンはちょっと流行って、打つのが増えてきています。特に、3回目接種4回目接種の時期を迎えている50歳代やその前後の年代を中心に、すでに県内でも、オレンジが県内ですけども、14% の方が、オミクロン対応ワクチン、まあ、最終形態ですね、最終形態のワクチンを打っています。まあ、BA1 と BA45 対応と分かれますけども、どちらもほぼほぼ効果は同じですので、できましたら年内に皆様方も、3ヶ月前のワクチンから空いていれば打てますので、どちらかを早く打てる方でもいいですし、打っていただきたいと思っています。全年代では 6% しかまだ打っていないという状況です。十分ワクチンはございますので、ぜひ帰省される前に検討をお願いしたいと思います。そうは言ってもですね、オミクロン株はもう重症にならない、肺炎にならないと、中等症が、まあ、肺炎があるという状態ですが、ほとんど皆さんの年代20代30代は10月1ヶ月間のデータですけども、3000人4000人と感染した中でほとんど2人ぐらいしかですね、肺炎にならないと。で、60歳代以上から急に肺炎になる人が増えてくる。逆にですね、見落としがちなのは4歳以下のお子さんでもですね、中等症重症になる方がいらっしゃると。
0.46% ですから、60歳代の人とほぼ同じぐらいのパーセンテージで肺炎を起こすことが分かっています。なので入院する割合も急激に80歳以上からですね上がってきて、4人に1人ぐらい入院することになるんですけども、70歳代で約1割が入院する。そこから若い年代はほとんど入院しないと、風邪と同じというんですけども、やはり熱性痙攣やクループ急性喉頭炎クループ症候群といったことを起こす年代は60歳代と並んで入院がちょっと高くなっています。10歳代が最も入院しない年代というふうに県ではなっています。死亡につきましては、第7波の前半というふうに県は名前をつけてますけれども、7月から9月いっぱいの3ヶ月間でですね、325人、1日 3.5 人の死亡の方の公表がありました。この最近の1ヶ月間、10月1ヶ月間はガクッと減ってますけれども、最も多い死亡者の3ヶ月間というのがありました。2月の頃や、去年のデルタ株の8月頃よりもずっと多い死亡者数を県では経験しています。で、その死亡した325人の方の年代の内訳でございますが、ごく一部ですね、10歳未満の方や10歳代の方もお一人ずついらっしゃいますが、ほとんどが60歳以上が 97% となります。もっと言うと70歳以上、70代80代90代以上というのが 90% 以上という状況になっています。で、その亡くなった方325人のうち、コロナが直接の原因、主な原因で亡くなったのか、それ以外の基礎疾患や老衰等の方が主な原因だったのかというのを医療機関に尋ねていますけれども、4割はコロナが主たる死亡の原因だったんですけれども、半分以上ですかね、半分ちょっとはコロナは主たる死亡の原因ではないと、違う状態が死亡の原因だったというふうに判断されています。ということで、死亡率、重症化率、入院率というのを、オリジナル株と言われている中国武漢で始まった株とアルファ株、去年の5月頃に流行ったやつと、去年の8月に流行ったデルタ株、今年に入ってからのオミクロンの BA.5 で比べますと、入院率はどんどん下がっており、死亡率や重症化率もどんどん下がってきてですね、季節性インフルエンザ、今年は流行るかなって言われてますけども、それとほぼ同じ、むしろ肺炎を起こす重症化率はインフルよりも低いというのが現在のコロナ BA.5 の状況になっています。で、今コロナで皆さん若い方もちょっと心配だなというのは、後遺症、厚労省は罹患後症状という名前で呼んでいますけども、コロナにかかって治った後も1ヶ月経っても2ヶ月経っても症状が残ったよと、そこがどうも大変だよという方がある一定数、オミクロン株では 5% ぐらいというデータもありますけどもいらっしゃるということで、県ではアンケート調査をデルタ株にかかって後遺症が残った人、オミクロン株にかかって残った人、1ヶ月以上経っても残っている症状で一番辛いのはどれですかというアンケート調査を行っています。で、デルタ株の頃はですね、嗅覚障害や味覚障害、脱毛が大変だよ、その次にだるさだよっていうご回答、その次に咳、呼吸困難だったんですけども、オミクロンに関しては咳が一番多くて、次いで頭痛で、あとはだるさと味覚障害という順番になってました。ですので、ずいぶんウイルスの、後遺症の種類も変わってきているというふうに感じられると思います。ただ咳がひどいとか頭痛だるさも結構大変な状態ですので、ワクチンを打ってしっかり予防する、もしくはワクチンを打つと後遺症が残りにくくなるというデータもありますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。
現在コロナの発生届がですね限定化されまして、65歳以上入院のする必要のある方、治療薬の必要のある方、妊婦さんと4種類は届け出が届きますけども、あとは年代別の人数を医療機関でカウントされて報告されています。また自己検査、若くて基礎疾患ないよって方はキットを買ったりもらったりしてですね、自己検査をして県の登録センターの方に登録して自分で自宅療養に入るという方もいらっしゃいます。自宅療養がほとんどなんですけども、宿泊療養や施設内の療養、もしくは入院される方、経口治療薬を飲まれる方もいらっしゃいます。そうした診断をしていただける医療機関は県内で約半分ぐらいの診療所、1000箇所ですね、1000施設と、病院はほぼ99の 58%、 100近いですね、ほぼ100近い施設で実際に診断治療が行われています。ただまだオール静岡全診療所や全病院で受診や処方ができるというわけではないというところがちょっとまだ発展段階と言えると思います。で、病院の方の入院受け入れにつきましては、8月に県知事の方からですね、オール静岡で受け入れてくださいといった要請を行いました。そこでこの65病院の先生方からですね、自分の病院で発見された、入院中とか入院時に発見された陽性者は自分の病院で見ますよといった手を挙げていただきました。で、地域から入院を受け入れますよ、コロナ患者さんを受け入れますよという病院は現在県内に56病院あります。また治った後のリハビリや、回復期の、入院を受け入れますよという病院もございます。こういった状況でだんだんオール静岡の受け入れが少しずつ増えてきているところです。で、入院の状況になりますけれども、先ほど感染者が増えてきているって話をしましたが、同時に11月に入ってから入院患者さんも150人程度から250、60人まで増えてきています。また病床の方もですね、一般医療の方に確保病床を転換して減らしてきていますので、病床使用率は4割近く上がってきているところです。しかしながら重症とか軽症の方、中等症の方ですねは少なくて、軽症で入院している方が多いという状況で、コロナの病気の重症感というのはやはり落ち着いているというふうに考えています。で、そういった状況なんですけども、どうしても病院の、コロナを受け入れている病院さんの医師や看護師さんが感染してお休みする、もしくはご家族が感染して濃厚接触者となってお休みするという方がなかなか減らないと。10月ぐらいから100人前後でお休みしている方が、看護師さんの方が多いですけどもいらっしゃるという状況で、12病院で休職者がいるという状況を県では掴んでいます。今後こうした方が増えてきますとですね、一般医療や外来診療、救急外来に影響することがございます。ですので、県では集団感染、いわゆるクラスターを起こした医療機関や高齢者施設に対して、感染症の専門家のチームや組織的なですね、対応に長けた DMAT の先生方、看護師さんを派遣してですね、ゾーニングや感染者の療養先を決めるトリアージ、入院するか施設内療養かを決めるトリアージや指揮命令系統ですね、対策本部を作ったりとか、また職員の方々へのメンタルも含めたケア等の助言指導を行うことを行っています。特にこのメンバーの中でもですね、感染対策向上加算1の病院の感染症管理看護師 ICN さんですねの働きが非常に大きいと考えています。で、現在加算1の病院さんの ICN の多くが感染管理認定看護師の資格を持っていらっしゃいますけども、2020年度からですね、特定行為の研修を組み込んで、特定行為もできる感染管理認定看護師さんの養成を行っているところですので、ぜひ皆様方も看護師さんになった暁にはですね、
感染症に強い感染管理ができる看護師さんの道もありますので、ぜひご検討お願いしたいと思います。で、こうしたクラスターの医療機関、青の部分折れ線や高齢者施設、福祉施設は赤の折れ線というのは、流行波が来ますと急激に多くの施設で発生します。そこへこの FIC と DMAT のチームが入って支援した回数をグラフにしています。あまりにも医療逼迫しますと、医療従事者の方々ですので、なかなか施設に入れないといった時期もございました。で、支援を受けた施設数、青が病院医療機関、赤が福祉施設ですけども、圧倒的に福祉施設の方が施設数も支援回数も支援に入った人数も多いです。特に看護師さん、ICN の中心とした看護師さんは高齢者施設等の福祉施設で入っていただいて、現地での指導にご尽力いただいているという状況が分かると思います。で、そうしたこの支援をする FICT、DMAT と呼ばれるメンバーの一番多いウェイトは看護師さんが占めていて約4割と、その看護師さんのうち ICN や DMAT に所属する方がほとんどであるということが分かっています。先ほど申し上げた感染対策向上加算1という病院ですね、県内のコロナ受け入れ病院のほとんどがこの加算1の病院になっていますけれども、そこではですね、感染管理室という部署を置いて、感染管理の認定看護師さん、ICN さんを中心としたカンファレンスを地域のさまざまな病院と連携して行っていると、そこで感染対策の新しいスキルや、標準的なスキルを共有するというだけでなくですね、今後は地域の福祉施設や教育施設にも連携の輪を広げていっていただきたいと県では考えているところです。で、今後のですね、見通しですけども、だいぶ2年半3年近くですね、コロナの状況が続いていますが、まだまだ県民の方のお声を聞いていますと、やはりいろんな不安とかがあるようですね。なかなかコロナ以前の2019年以前には戻りにくいというふうに考えていますけども、この1番から4番がですね、ゆっくり達成できれば、おそらく皆さん方が病院や地域で仕事をする頃にはですね、ほとんど戻っているのかなという期待をしています。まずワクチンをですね、しっかり重症化する方を中心に定期的に打っていただくという定期化ですね、ワクチンの定期化と、自己検査や自宅療養を軽い方、リスクのない方は行っていただくという、そういったことが一般化すること。で、3つ目はですね、インフルエンザと同様に、あらゆる医療機関で外来入院が普通にできる体制が、通常化することですね。その3つが揃って、なおかつオミクロン株以上の重症化毒性を持つような強い変異株が発生しないという担保が、保証がもしあればですね、どうも大丈夫だなということが分かってくれば、ほぼ2019年以前に戻るのかなとに考えています。最後になりますけれども、今日のお話をですね、ちょっとでも覚えていただければですね、3年後国家試験の後にですね、看護師さん保健師さんになった、暁にはですね、まだまだその時点で一部の県民の方にはコロナに対する不安とかですね、情報の不足があるかもしれません。ですので、その時にもですね、必要があれば必要十分な感染予防策の分かりやすい助言指導を地域の方々にお願いしたい。で、2つ目はですね、やはりその時になってもコロナの感染者というのは、おそらく高齢者を中心に散発的あるいは小流行で発生すると思いますので、ぜひその感染者の方と家族の方の寄り添ってですね、不安を除くような看護をお願いしたい。で、3つ目はですね、コロナも含めまして感染症の重症化予防、先ほど申し上げた感染縮小のですね、注意するべき点、ワクチンの接種や検診定期受診、あと基礎疾患の管理ということをしつこくですね、啓発をお願いしたいと思います。
で最後にですね、いつまでたってもおそらく高齢者とその施設や家族、家庭というのはコロナ弱者である状況は続くと思いますので、こうした弱い方に関しての看護をぜひお願いしたいと思います。これで以上ですね。はい、どうもお時間超過したかもしれませんけども、ありがとうございました。